関山栄源、関山栄源1月7日昭平15年、塩分5年12月12日は、鎌倉時代末期から南北朝時代の臨済州の僧。関山は豪、栄源は伊味名。花園上皇に招かれ、明神寺の解散となる。品濃国多海軍の国人領主高梨氏で、高梨公家の子とされる。朝廷から、本遊炎上、仏心、佐都氏。らし。 大帝聖王、光と熊明、名、自称天神、法務良好の国志望が与えられ、また、明治天皇から無双大使と追肢された。はじめは、お父の月谷宗忠につき、1307年には、その死である、南浦嗣明の鎌倉県庁寺に入る。慶願の法名を授かり、南浦弱後も鎌倉にあって、物外い家巨山資源などに参前。その後起経、企業。 県庁寺解散、乱慶、道高50年期出席のため再び県庁寺に参事。ここで、周法妙朝を紹介され、京都大徳寺に選って州法に指示。やがて1329年、この年は8月に改元して、原徳1年となるが、関山は、雲門の関寺の公安で介護し、周法妙朝がこれを証明して、関山の方が授けられ、敬願の意味なおえげんと改める。 そして翌年の1230年に引火された。その後、古代後醍醐天皇に法を説くなどしたが、後美野の異深に草案を結んで陰性した。1337年、花園上皇は旧室町院領になじ花園にあった離宮を前園に改めて、その寺名の命名と解散となる前奏の推薦を、宗法に依頼。宗法が関山を推挙し、1342年に、 関山は、明神寺解散となった。前風は厳格で、その生活は、質素を極め、古端な前風で修繕に専念したという。社籍衆には、本庁並びなき全明らなりと称賛されている。形式にかかわらず厳しく、弟子を指導し、奉仕は、十億な、喪失ただ一人であり、また明神寺の仮乱整備や経営に肯定することは、なかった。 1360年12月12日、関山は旅の支度をして、ジ沖縄に暗夜に出ると言い,い、風水船と称する井戸の辺でジ沖縄に遺棄し、立ったまま息を引き取った。遺体は本山の東北の隅に葬られ、その場所が後の海山道を美少安となっている。遺棄はジ沖縄、が門下の雲山、そう我に成分させ、今日、 無双大師以外と少子読書されている。関山には他の構想のような語録や著書はなく、生前に描かれた肖像もなく、遺筆も、弟子の字大きな喪筆に書き与えた、印歌状以外にほとんど残されていない。さらに異名して、肖像を残させなかったため、今日の関山像は後世に作成されたものである。南浦津具脇から周法明朝を経て、 関山永遠へ続く方形を王道関と言い,い、現在、日本臨済州は皆この方形に属する。関山の前は、後に系統に、白隠絵格が出て、大いに繁栄し、他の臨済州諸派が絶法したのに対し、その報道を今日に伝えている。2006年に、臨済州明神寺派の寺の蔵より、肖像画が発見された。年代鑑定を行っていない模様で生前に、 描かれたものか否かは不明である。妙心寺が全国で行っている、年季法要の席で見ることができる。以下は当時花園大学教授である、加藤正俊氏の一文である。1988年三成堂から、百科号を重視した新しい国語辞典、大辞林が出版されて、世間の字幕を集めた。早速一本を買い求めあちこちを検索し、珍しく、同書に、 花園大学と関山英元の2項目が取り上げられていることを発見し、花園大学も関山英元もようやく公民権を得ることができたかという思いをその時強くしたものである。ありがとうございます。